ます。本日はですね、ドライブしております。いつものこれは鎌倉ですね。鎌倉の海沿いから江ノ島の方を走って、どうしようかな、どこ行こうかなっていう感じでドライブしてるんですけど、このままどっか泊まりたいなっていう気持ちもあって、一つ見つけた、ホテルがあるんですよ。でそこがですね、サービスエリア、高速のサービスエリアにホテルがあるみたいなんで、そこにちょっと泊まってみようかなって思っております。ではね、そこのサービスエリア、足利サービスエリアかな、そこに向かいたいと思います。デイ、今日は日曜日、道路渋滞、お祭り騒ぎ、やっと渋滞抜けましたよ。長かったな。あとここから約1時間半ぐらいですかね。下道からね、高速のサービスエリアとかパーキングエリアって入ったことないんで、楽しみと緊張がね、入り混じってますね。はい、来ました。これ、あ、これっぽいわ。あ、入り口ってある、ここかな。入ったことないから緊張するわ。入っていいのかな。プラットパークだって。プラットパーク結構入る人いるのかな。で、これ高速なのか。お店たくさんあるからね。面白いじゃないですか。止めまーす。はい、こちらが足柄サービスエリアですね。見た感じですね、かなり綺麗なので楽しみですよ、これ中入るの。食べるものも正直何でもありますね。そしてホテルがどこだ。こんな感じなんですけどね、わかんないな。探します。はい、お部屋に着きました。よくあるビジホのスタイルですね。久々この感じは。で、お風呂がね、すげー混んでました。温泉なのかな？温泉だったっけな？車中泊とかも多分する方いるんで、その方々も入りに来るんでしょうね。トイレ、あ、本当にね、こういう感じですね。よし、じゃあ、ちょっとゆっくりしてご飯食べに行きます。こちら2階なんですが、窓からの景色はこのような感じですね。裏側が見えるというね。部屋ですることもないのでフードコート行ってきまーす。ざーっと歩いてみたんですが、日曜日ということもありまして、まだねすごく混んでます。なので食べるお店も少し悩んでますね。本当に混んでるんですよね。もう少し人混みなくなってから食べたいんですけど、もうちょい中歩き回ってみます。結局ですね、中の方が混みすぎてて、まともにですね、フードコートも結構密になっていたのと、レストランも、まあ、そこまで入る気もなく、ぐるぐる回っていたらですね、こちらのお弁当屋さんがもう結構いい時間になってたんで、割引をやってまして、これ半額ですね、半額で買うことができました。そして静岡おでんも売ってたので、おでんも買いました。だいぶねお安く買えたので、こういうね弁当ですかね、弁当も普段食うことないんで、あえて部屋でこういった弁当を食べるという贅沢でございます。
ですね。こういうとこもまた醍醐味ですよね。道の駅、道の駅じゃないサービスエリアで買うおでんの醍醐味。箸でね、大根が切れないっていうね。おでんの牛串初めて食べてみたんですけど美味しいですね。これはまあ本当にそのままの牛串なんで美味しいですわ。合いますね。はい、ごちそうさまでした。うまかった。意外にねご飯の量が多くてきついですね。おでんもね1個130円なんでこれは安いですよ。美味しかった。お腹いっぱいなので夜の、サービスエリアを散歩しております。またいいですね。こんなこともできないですからね、ほんと普段ね。あ、人がいろいろ来たんでね。じゃああえてねタバコを一服して部屋に戻ろうかな。いやー、なんかこうサービスエリアで車を眺めるっていう行為はあまりしないんですけどね。いいですね、夜行バスがあったり、お仕事で疲れて休憩を取っているトラックの運転手さんがいたり、日曜日なんでね旅行行って帰ってきて、サービスエリアでご飯を食べて、旅行のね思い出を語りながら幸せそうにしているカップルがいたりと、これはこれでまた趣がねありますね。正直コンビニもありますし、お土産屋さんもありますし、食べ物屋さんもあるんで不便はないですね。ここに泊まっても買う必要のなかったねこのオレンジジュースをね買ってしまいましたよ、ついつい。はい、電子レンジがあったので、先ほどの唐揚げですね、唐揚げを温めてきて、なんと製氷機もあったので氷も持ってきました。でですね、サービスエリアでお酒を飲むというね、こうなんでしょうね、ある意味いけないことをしているような感じですけれども、まだ9時頃なんでね、起きる頃にはお酒が抜けているという感じで、ビールをいただいてしまいます。いや、バディはあなたを記憶した瞬間、あなたの生涯の親友。おはようございます。現在朝の8時でございます。目の前がですね、このようにトラック止まっておりまして、その搬入音でね結構起きてしまう方いらっしゃるかもしれないですね。私も起きてしまいましたね、カタカタと。まあこれはしょうがないんですけどね。やはりいいですね、このビジネスホテルっぽい雰囲気の朝、独特の雰囲気ありますよ。準備しましょう。よし、じゃあチェックアウトしますか。ご飯をできたらこのサービスエリアで食べたいですね。何でもありますから。昨日とは打って変わって、閑散とした朝の、足柄サービスエリアですね。いいですね、またいい雰囲気。朝食のけんちん汁とおむすびですね。最高ですね。美味しい朝にはねスープがいいです、やっぱり。はい、足柄サービスエリア出ました。どうでしたか、どうでしたか。おっとっと赤信号。どうでしたか。朝気持ちよかったですね。天気が良かったのもありますけどね。いや、外でご飯も食べれたし、夜ご飯も朝ご飯も安く美味しく食べれましたし、何でも揃ってたし、正直ね本当にこれぞ全泊っていう感じでしたね。
また機会があったらぜひ、足柄サービスエリア泊まってみたいと思います。この後はですね、久しぶりに山梨方面へ向かおうかなと思っておりますので、ここで一旦動画を切らせていただいて、また山梨編、概要欄 URL からご覧いただけたら嬉しいです。では一旦失礼します。バイバーイ。萌木の村着きました。そしてもう宿が見えておりますね。あちらでございます。ボールハブ